はい、今年もなでしこカップで優勝したマザーズブロッサムです。ちょっとデコレーションが今日ご用意なくて、このままなんですけれども、材料はオランダのボビーズジンとエルダーフラワーのキュウと北海道産のハスカップのシロップとレモンジュース、あとバニラビターです。どうぞ。